ANA エアポートサービス株式会社に内定をいただきました。配属は旅客サービス部になるんですけれども、直接お客様とチェックインカウンターだったりとかゲートで関わるお仕事をさせていただくので、私自身空港っていうところにすごく思い入れがあって、たくさんいろんなドラマが生まれる場所だと思ってるので、旅客スタッフだとそういったドラマを回せる仕事に就けるんじゃないかなと思っていて、海外ですとかチームワーク、仲間と何かすること、あとは英語がすごく3つ大学生活で大切にしたことかなと思います。1年間のマレーシアの生活は本当に人生の財産になるような人と友達とも出会いましたし、いろんな人と関わる中でサービスとかおもてなしっていうのは本当に国境がないものだなっていうふうに感じたので、だからこそおもてなし的なサービスの仕事で海外に関われる航空業界で働こうって思えたきっかけにもなったので、みんなで何かを作り出すとかいう経験をたくさんしたんですけれども、私の得意なことと相手の得意なことっていうのがあるので、そこで協力し合いながらみんなで何かを作るっていう達成感、それがすごく私にとってすごい大切なことだなっていうことに気づけたので、それが一番大きかったです。例えば留学先でチームで何かをする、日本語のボランティアをしたりとかしてたんですけれども、そういう時もその時の知識は活かされたりとかもできたので、リーダースクールに入れたことは一つのきっかけになりました。より明るくなりましたいろんな人と関わることで、自分がいろんな人と関わることがを楽しめる人間なんだなっていうふうにすごく気づけたので、周りの人と一緒にチームワークを働かせて何かを成し遂げるってこともよりできるようになりましたし、将来もお客様と関わる仕事を選べましたし、そういう自分の内面的なところが一番変わったんじゃないかなと思います。お客様に会えてよかったなと思っていただけるようなスタッフになりたいなと思っています。そのためにはやはりそれぞれの国の人の特性だったり文化を理解しないといけないですし、その上でその方が気持ちいいと思えるような接客をしないといけないなと思っております。留学ですごく感じたことは、どんな国の人でも気を使ったり優しくしたら言葉とか文化が違っても絶対喜んでくれるなっていうことをすごく感じたので、それを自分で体現できるようなグランドスタッフになりたいなと思ってます。